私はセントジャーメインです。私はこの時ずっと昔に始まったこのプロセスを引き続き行うためにここにやってきました。私は今今世のことだけでなく、あなた方がこのプロセスの中にいたいくつもの過去世のことを話しています。あなた方は光を前進させ、すべての暗闇の中で真実を前進させ、あらゆる場所の影を光に戻すためにこれまで働いてきました。そしてそれはまさに今この時に起こっていることなのです。そしてそう、確かにあなたがこれらのワークや瞑想をするとき、あなたは光を広げています。しかし、あなたはまた、あなたがそのことを意識しているかどうかに関わらず、自分の人生のあらゆる瞬間に光を広げているのです。もちろん、あなたが意識しているときは、それが役に立ちます。しかし、夢の中でも、起きているときでも、あなたが意識的に光を広げているかどうかに関わらず、ただあなたがスタービーイングとして、スターシードとして、あなたの兄弟姉妹たちと再び一緒になることによっても、それは起こります。星から来た多くの人たちと共に、再び集いましょう。あなたは同じ星から来た多くの仲間たちと共にここにいます。ここにいる皆さんはみんな一緒です。光は光を引き寄せます。今、この瞬間に起こっていることはすべて古いものの終わりと新しいものの始まりであるということを知っていてください。あなたがすべきことは、ただ、どの瞬間も自分らしくあり続けることです。自分が誰であるかを知り、それを信頼することです。なぜなら、その信頼こそが、その信念こそが、あなたの周りに新しい現実を作り出しているからです。この新しい現実を想像しているあなた、その集合体であるあなた方なしでは、泥沼の中に、沼の中に、眠ったままでしょう。ですが、今は、もう、そうではありません。自分自身を解放してください。あなた自身を、もう一度、ありのままにさせてください。そして、あなたが、誰であるかということから、遠ざからないでください。自分の中に力を蓄えることができれば、その言葉が必ずあなたに訪れると信じてください。そして、自分の中にその力を取り戻し、自分の中にある愛の力を取り戻し、それを外に広げていくことが大切なのです。あなた方が今いるこの時代は、真実が前に出てくるための時間なのです。人々に自由が取り戻される時です。自由がです。あなた方が本当に長い間手にしていなかった自由がです。しかし、多くの人が実際には自由でないにもかかわらず、自分が自由であると信じています。そのような人は、影の中で何が起こっているのか、舞台裏で何が起こっているのかを知りません。しかし、あなた方は今起きていることを知っており、あるいは気づいている人がほとんどです。そして、すべてのことが理解され、思い出されるようになりつつあるということです。何度も何度も聞いてきたように、この計画を信じてください。この計画は本当にうまくいっているのですから。そして今起きていること、そのすべてが古いパラダイムを崩壊させるためのものであるということを知っていてください。
実際に古いパラダイムを崩しているのです。なぜなら、世界中の人々が自分たちの主権に目覚め、自分たちの自由を実現する時がやってきたからです。選択の自由です。誰もが自由意志を持っており、あなたがそれを許さない限り、誰もあなたからそれを奪うことはできません。ですから、兄弟姉妹の皆さん、自分が自分であること、そして自分が大きな目的のためにここに来たということを信じてください。その目的は、それを聞き、それを見る準備ができているすべての人に、ますます知られるようになってきています。私はセントジャーメインです。私は今、平和と愛とワンネスの中であなた方を後にします。そして、ヴァイオレットフレームが、いつもそこにあるということを意識し続けてください。ただ、紫の炎を思い浮かべ、視覚化すれば、あなたを守るために、それはそこに現れます。それはあなたを守るためのシールドなのです。他のツールもありますが、ヴァイオレットフレームは、単にあなたを守るだけではありません。それを利用すればするほど、古いプログラミングをどんどん焼き払ってくれます。そして、古いプログラミングがなくなると、あなたの周りにあるヴァイオレットフレームのシールドは、古いプログラミングが再び入ってくるのを防いでくれます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。